おはようございます。シグロックでございますが、ご覧の通り抽選番号が70番ということで、まあ、まさかの両番というわけですよ。並びね、500人ぐらいおったと思うんで、まあ、久しぶりのこちらのお店ですが、今日はあの北斗の拳、せっかくですしね、行ったろうと思ってまして、まあ、創業祭ということですから、まあ、普段よりちょっと暑いんかなぐらいな、まあ、感じではあるんですが、まあ、一応今日5月22日ですから、末尾が揃ってるとか、末尾が6とか7とか、まあ、そのあたりの大番号をね、狙っていきたいと思います。もうそれぐらいしか根拠付けできないんで、もしここで使ったら、まあ、この辺も結構競合店強めのなんかイベント打ってきてるんで、まあ、店移動も視野入れながらねやっていきたいなと思いました。はい、まあ、とにかく抽選が取れましたんで頑張ってみたいと思います。
かそうですな。ダメだ、移動だ移動。動物は消毒だ。まあ、というわけでいつもの店に来たんですが、まあ、これ2日前にビンビンになりかけてからのインコになったっていう状態なんで、まあ、多分今日ぐらい私がこういう感じで赤ひげ薬局モード入ると思うんですよ。赤ひげ薬局。いや、あの皆さん今ね、どういう、なんでこういう風になってしまったかっていうのを説明しますと、これ払い出しのない、あのあれ、リーチ目なんですけど、撮影、このボタンを押す前にポロポロってやって、ガックンするかなと思ってポンってやっちゃったんですよ。それで当たりました。さあ、そんなわけで乱数調整もできないけど当たってる、ありがとうございました。でかい、でかい音が、でかすぎる。まあまあまあ、一応ね、最後の晴れ舞台なんで見てあげましょうか。でけ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 、ありがとうございます。うるさすぎる。よし。なんていつもショートコースやねん。バカだね、ほんまに。ふざけやがってこいつ。あ、まあね、あそこでショートコースっていうのはやっぱり今日のなんか運命を物語ってる気がしてならんすわ。だってあの北斗のケンシロウで見ました？あんなんね、一発目確かにまあもうリセットっていうか設定変更はしてないんやなっていうのは分かりましたけど、それにしたってふとしの真っ黒揃ってですよ、赤オーラ出てですよ、まあおそらくそんな84以上やろっていうような状態で4発で終わるってね、あの流れはほんま初代を踏襲しすぎですよ。そこまで復元せんでえっちゅうね、ほんまに。まあそっからの移動で、まあ、炎天下、まあ、汗だくで行ったけども、あの有様でしたしね、ちょっと今日はどうなんだってとこですが、まあしかしですね、このディスクアップ2、またの名を金見ビチャビチャって言うんですけど、この金見さえね濡れてくれたら、あの2500枚ぐらいは平気で吐き出すんで、まずは金見を濡らすっていうことしかもうないわけですわ。はあ、だからまあね、朝一が、まあ、いきなりショートコースから突入してるんで、魔界の抽選はあれで確実してます。うん、してるんだけど、もしかしたら天国の方に行ってるかもしれないんで、まあ、何はともあれ金見をビチャビチャにしてふとしを興奮させれば勝てる台なんで、それで頑張っていきたいと思います。おい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 、おふとし、あー、ふとしやったらほぼビッグやのに。わからんぞ、わからんぞ、わからんぞ、わからんぞ。今日の、なんや、あのネガティブを吹き飛ばして、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、やめてくれよ、ここに黒いのやめてくれ。あー、よかった、マジでよかったっす、皆さん。あー、144ゲーム。ああ、年やったら次回天国モードやったんですけど、まあそこはもうね、贅沢言ってられない。何しかこれでしっかりビタ押し決めて、とりあえずチャレ目標頑張っていきたいと思います。はい、というわけでなんとかビタ押しはパーフェクト。ただダンスタイム最近入り悪いんでね。お、ナイス、今日はいけそうな気がするぞ。255回してビチャビチャ言うたの2回やめやめ。さあ、これ2日間で見たら、こうふとしが勃起して1回しぼんで、でちょっと休憩して、いや今日もあの北斗の剣からちょっとね引っ張ってますね、ネガティブだって。ビチャビチャ全く言わないって、そんなん絶対手出さん方がいいですよ。ビチャやっぱり言うてもね、ビチャビチャにせんことには当たらんだいですから。
しかしね、いつもの店ほんと一時良かったんですけど、荒らされたんで、もうその影響でもう全くトロフィーも拝めなくなってきてますしね。あー、もうこれ店変えなあかんかもしれん。またでもまたね、次暑いとこ見つけてもね、変に荒らされるのも嫌やしね。難しいとこですね、ほんま。もう我々ね、こう撮影って基本的にアウトなんで、撮影できるところでやっぱり考えていかないといけないし、まあ、あの一人で撮影、一人で編集してますから、その趣味打ちで打ちに行くなんかまずないですからね。なかなかね、勝ちには行ってるんですけど、まあ、勝てないですよね。まあでも今日はまだね、2万何歩ぐらいの総投資で一応収まってるんで、まあ、もしかして内部に不投資が潜伏してたら2000枚ぐらい平気で出るんで、まあそれ狙っていきたいと思います。嬉しい。うわわぁ、久しぶりに出ましたね、本気の。うわぁさあ、ここ黒いの嫌だぞ、マジで。いや、いけるいける、これはいける。よし、いけいけ、それいけいけいけ。あー、すごい、すごい、すごい、いけるいける、大丈夫大丈夫。あー、よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございます、神様、仏様、ご先祖様、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですわ。いやー、よかったよかったよかった。そんなわけでですね、なんとか49ゲーム無専属用ボーナスということで、ありがとうございました。はい、もう三好のうんこです。ですよね。みじゃ、はい、何にも起きません。ありがとうございました。え、嘘、314、こんな当たり方あんねんな。いや、それあるやろ、見てくださいよこれ。なんとか耐えてますが、追加投資は何枚かありましたね。もうこれ以上は無理だぞ。なんとかミドルコース入ってるんで、なんとか首の皮1枚、このチャンスをものにしていきたいと思います。ダメだ、ミスがありますね。2回目ですよね。もうほんまあかんな。どういうこと。見てくださいよ、ジジイの倍得ボーナスじゃないですか。ありがとうございます。嬉しい。ご先祖様、ありがとうございます。本当に感謝いたします。頼み頼み。あー、お前かい。来た来た、やっと来た。ここでふとしビーチクダホ行きたいと思います。ほらほら、ふとしビーチク刺激が強すぎて真っ赤に大出血。ありがとうございます。チャンス、行くぞ、やるぞ。見てくださいよこれ。やばいな、もう嫌だ。うわ、絶望の今年ビーチクショートコース。なんでそこでショートコースな。相変わらず役立たず、今年は。絡み声まぐれで、おー、ナイス、ありがとうございます。素晴らしい展開じゃないですか。ってことはですよ、皆さん、さっきのふとしビーチク打法でふとしが興奮して絡みを家に読んだっていう形なんで、挿入しないといけない大チャンスモード頑張っていきたいと思います。アホか俺は。
しょ、あのね、見ました、皆さん、逆ギャラリンですよ、こんなもん激アツでしょ。ありがとうございます。惜しいな。そんなわけで66ゲームやめてくれよ、もう黒いの嫌だぞ、嫌だぞ。うわー、めちゃめちゃ黒そう。だから現実感に合いない、ショートコース。ありがとうございました、素晴らしい。さあ、そんなわけで G さんがご来店、いいんじゃないですか、これ。ようやくふとしがビンビン物語、ありがとうございます。ふとしがビンビン物語ってどういうことやの。さあ、というわけで726枚獲得、まだまだいってくれよ。決まった、刺さった、13ゲーム、なんて素晴らしいんだ。ありがとうございます、またしても梅毒。さあ、どうだ、ずれろ、ずれてくれ、ずれてくれ、ショートコース。まあ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 ね、何とも言えないっすわ。はい、というわけで825枚。いやー、もう北斗の拳でみかんビクビクしてるよりよっぽどいいですわ。おっと、見た見た、来た、あかんのかい。というわけで引き続き頑張っていきたいと思います。281ゲームうわー、死んでまい、うわー今日は悲鳴が多いですね。ありがとうございます。なんとか耐えてるな。しかもダブル。でもこう300ゲームまでに当たるっていうのがね、内部でふとしが潜伏状態なんで、頑張っていきたいと思います。ナイス、オッケーでございます。目指せ150なんでね、これ超えたらもうビンビンモード。カナミ、あー、お前か。やっぱり当たってたよね、滑ったもん。コーヒー飲んでたからね、うんって言えなかったんですよ。ありがとうございます。さあ、ふとしが発送タイム突入、まだまだ出していきたいと思います。もうお前はええ言うねん。お、びっくりした、こっちばっかり見てた。いや、今日あのジジイのバイトがめちゃめちゃ揃いますね。ビッグボーナスお願いしますよ。あー、残念、なんか勢いがせき止められた感があるぞ。159ゲーム、バイトショートコース、ありがとうございました。はい、というわけで601枚で終了でございます。さあ、引き続き頑張っていきたいと思います。自分の動画見てたら当たるんでね。見てくださいよね、これ、ジジイの3匹のジジイのアナルが。小山方、ありがとうございます。こんなの激アツでしょ。ビダ、さあ、まだまだ息の根は止まっていない。マジで今日チャラ目指しますよ。いや、もう過去最低ちゃうかいうぐらいミスりました。もうダメだ、もうほんま何にも起きません。激アツ、
113ゲームこれ第3停止で消灯じゃないですか。でまあ激アツなんですよ、ガチで。通常時のこれって確か信頼度は 92.69% ぐらいなんですね。ですが念には念を入れて乱数調整入れます。これでね、本気の内部でこう動いてるんですよ。こうやって当たりのフラグがこうやってでこう動きながら動いてこれで決まったみたいなね。さあ行くぞ、113ゲームどうだ。死んでまえアホ。すごい。来た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 、ジョン聞きました。皆さん269ゲーム素晴らしい指し方だった。今の本日の名場面集の1ページでございました。ありがとうございます。うん、ダメだ、ミスがすごく多い。集中力は切れてるんでしょうね。はい、というわけで153枚、完全に細木和子モード。これちゃんとこうやって示唆出してくれてるんでね、そろそろやばいよって。ちゃんとその辺皆さん見極めながら歌んとね、えらい参りますよ。1500枚ぐらい一撃で済みますからね、マジで。なんでこれちょっと魔界が多くなってきたらもう優待の方したいと思います。よし、ナイスですよ。決まったかなと思ったんで101ゲームだが、しかし皆さんお待ちかねの、おっと、ありがとうございました。ラッキーでございます。すごくラッキー。まだまだ転落はしてなかったようですね。いやいや、この当たる、なんでやねん。さあ、来た来た、32ゲーム弱いな。ずれずれ、あかんのかい。あー、残念、連チャンなし。こんな一気に5000枚とか出えへんかな。ん、ダブスタった73ゲーム、今度ダブスタってるでしょ。決めるぞ。多分ありがとうございますですよね。やめてくれ、ショートコースは。マジか、お前。ショートコース。でもダブスタでショートコースとか。これがね、第5ってとこがほんまに弱い、マジで。いや、わからない。希望開けろ、希望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 、テン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 、もうええわ、もうバカだれ、燃やしとるか、ほんまに。俺もう42やぞ。さあ、ゲーム数は81。こんなもん激アツでしょ。あー、くっそー、なんて意地悪なんだ。しかしここでかなみちゃん、ありがとうございます。そのまま置いてほしかったけどな。さあどうだ、ナイスじゃないですか皆さん。これさあ、そんなわけで84ゲーム、もう少しだ、もう少しでチャラライン頑張っていきたいと思います。来てくださいよ、いきますよ。ありがとうございます。さあ、 OK、 パーフェクトでございましたと。これは多分入る。なんでやねん。あー、残念。あとワンビッグでプラスマイナスゼロでした。
ちょっとずつ魔界に足踏み込んでるような演出が増えてきてます。これどこでね見切るかってすごい大事なんですよね。このまままぐれて揃えへんかな。揃えへんのかい。ラッキー、嘘。いやもう正直ね、もう今コイン流してたんすよ、管理するために。千枚はやっぱ持って帰りたいなと思って。ジェギラーかい、ショートコースかい。これ激アツちゃうの。いやーこれ太しやし、いやほんまこれで外したらもうあれで復活しますわ、堤家。いやこれ激アツやろこんなん、マジで。うわーなんか嫌な気すんな。もう2連続ショートマジで嫌やで。あ、よかった。おー耐えたー。おー、ありがとうございます。あーすごい感謝です。ご先祖。あーよかったマジで、なんとか耐えてる。これね、おかしいんじゃん。8の1ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。でもこれぜひともビッグボーナスお願いします。あそこがビッグやったらスパッとやめれるんですけどね。これチャンスやな、ほんまにチャンスやな。あーゲーム数的には111なんでピンコ立ちです。頼むわ、決まっといてくれ。おありがとうございます。あとはもうミドルコース以上だ。どうなんだ、金目は濡れるのか。あーやらきー、やめてくれ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 。あー引かれへんなミドルコース。70ゲーム当たっといてほしいところだ。どうなんだ、ダメか。やばいな。現在250ゲームでこのラインがなんていうかな、このラインから下がれへんかったら打つんですけど、もう下がってきてるでしょ。もうこの太しダイビングモードに突入してると思うんで諦めます。実戦終了。いえいえ残念な結果でしたね。ほんまはね閉店までいかんとわからんのですが、もうおじさんね、あのショートコースも連なったらね心折れますわ。負けはねもう負けとして受け入れて、明日からのね希望の種もみに任せようと思いまして。まあまあまあでもなんやかんやで、3万弱負けのところが1万負けぐらいになったんで、まあ一応よしとしましょう。
はい、まだ今月ね、もう少し戦いますし、まだ言うても1万円も負けてないぐらいですから、全然まだ戦えますからね。今日はとりあえずもう諦めます。はい、勇気ある撤退ということでね、まあちょっとね、不完全燃焼ですけども、今日はこれで帰りたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとう。